今回は肉の作り方。今回は前回自作した PC のオーバークロックやベンチマークの測定などをお見せしたいと思います。オーバークロックはメーカー保証外の行為です。自己責任で行いましょう。また今回の OC は物理的な改造を加えずに行っております。はい、ということで CPU の設定変更からです。まあ、大雑把に言うと 7980XE の全てのコアを18コア、ロンリープロセッサ数36ですけど、全てのコアの周波数を 4600MHz に変更、かつ CPU のメッシュですねの周波数を 3200MHz に変更しているという感じです。 DRAM の設定、これは XMP2.0 プロファイルというものを有効にして、メーカーが事前に用意した数値をロードしています。 CPU の入力電圧、固定モードで 1.8V に変更しています。まあ CPU と DRAM の設定の変更でこちらも連動して変更がかかっていたんですが、今回はこの数値にしています。 FIVR の設定です。まあこれまで見てきた全ての設定において言えることなんですが、CPU の個体差とか、あとパーツの組み合わせ、まあ、まさにマザーボードの個体差なんてのもあるかもしれませんが、それによってこの数値でうまくいったりいかなかったりっていうことがあると思います。実際に今回あったことなんですけれども、マザーボードに初期不良があって Amazon さんに連絡したら心よく新品を送ってくれたんですね。まあ、非常にありがたかったんですけれども、で、新しく来たマザーボードにメモリを挿して起動すると、その初期不良があったマザーボードでは不可能だった周波数の設定が可能だったんですね。で、初期不良の位置はメモリとは関係なかったんですけど、そのようなことが起きたので、まあ、これは個体差の可能性がある。まあ、ほとんど誤差の範囲であることが多いけど、まあ、そういうこともあるんだなっていうことですね。先ほどの BIOS の設定が完了して無事に OS が起動したら、ベンチマークの測定に入ります。このソフトは CPU の性能を計測してくれます。注目したいのは CPU の温度ですね。左にグラフを表示してますが、その数値がだいたい90度をガンガン超えてくると、まあ、不安定になるというか強制終了しやすくなると思います。もう少しメッシュを持って4600弱まで行ったんですが、だいたいもうその辺で強制終了しやすくなりましたね。次は FF のベンチマークです。計測の前にアフターバーナーを利用して、ご覧のようにパワーリミットやコアクロックを変更しています。またファンのね速度をいじることができるので、ここで、30度からね40度でファンの回転数が最大になるように設定しています。まあ、ちょっとやりすぎ感があるんですけど、まあ、初期設定よりかはスコアは良くなりましたね。また計測は現在利用者が最も多そうなフル HD の最高品質で行いました。ローディングタイムが早いのはラムディスクに乗っけているからですね。これにもう少しメッシュのクロックを盛ると、24000を超える数値が出たんですが、まあちょっと安定しにくかったですね。次は多分気になっている方もいると思うので、 M.2SSD のクリスタルディスクマークの結果ですね。M.2SSD かなり早いですね。ラムディスクが早いのは当然としても、まあそれに近いかそれ以上の数値が出ている箇所もあるということで、素晴らしいなと。まあ、前回の動画でお見せした冷却方法、あれでまあ温度も安定してますね。まあ、現状60度を超えるような数値は見たことがないので、サーマルスロットリングが発生することはなさそうですね。はい、ということで次も気になっている方が多いと思いますが、エンコードにかかる時間ですね。今回計測に使用したソフトはプレミアプロです。なんでこのソフトを使ったかっていうと、まあ、個人的にかなり気に入ってるんですよね。まあ、すごく使いやすくて、まあ、多機能でっていうところですね。計測に使用するのは 1080p HD60fps 5分間の動画です。これを2つの異なる周波数でエンコードしてかかる時間を計測してみました。エンコードが始まりました。ここでね、あれなんで 4.6GHz と定格の比較じゃないんだろうっていうふうに思った方がいると思います。それはですね、なんとプレミアプロにどうも 4.6GHz とか周波数が高くなるとそもそも起動しないというようなですね仕様みたいなのがあって、これは
Adobe 製品特有の症状みたいで、 Photoshop なんかも同じようなことが起きているんですね。なので今回はあえて 4GHz に下げて定格と比較してます。まあ、かなり限定的な話になりますけれども、プレミアプロを使った時の確実に安定するオーバークロックの設定みたいなのがはっきりと判明したらね、またここは別途動画にしようかなと思うんですけれども、今回はまあ定格でどれくらいねの時間がかかるのかと、まあそこを主に見ていただければ良いかなと。これはもう確かメッシュも詰めてないので、 4GHz の設定でももうちょっと早くできるとは思うんですけどね。まあできれば 4.2 で安定する設定を見つけたいところですよね。で、結果が出ました。4GB と定格だと、だいたい 4GB の方が 7% ぐらい早くエンコードが終わるということが分かりました。まあ率直な感想、これでも十分早い。ベンチマークって他にもたくさんあるよね。だからこういうのもやってほしいってのがあったと思うんですよ。まあ、今回は間に合わなくてごめんなさい。まあ、もしね、こういうの本当にやってほしいっていうのがありそうだったら、まあ、それは、状況次第でまた答えてみてもいいかなとは思ってます。まあ、あくまで個人的な意見では今回のパーツ選びは本当に満足してます。もうこれをこう変えた方が良かったなっていうのは正直ほとんどないんですよね。だから、まあ、俺の中では非常に良い選択だったなという感じです。で、本当は Amazon さんで買ったら良かったね。やっぱ対応が早くていいよね。みんなコメントありがとう。ちょっと見てみようかな。いや、もちろんラムも好きだよ。いや、そして姉妹と賛否。女の子にこうギリギリの格好させて、こう見えそうで見えないような、そういうギリギリの写真集をこれから発売したいと思います。いや、見えてる方がいいかな、思いっきり見えてる方がいいかな、どっちが売れるんだろう。いや、ほんとごめんなさい。ありがとう。いや、レム派とラム派が戦ってんな。嬉しいな。いや、本当嬉しい。ありがとう。